1904年セントルイスオリンピックの綱引き競技は3つの国から6のチームが参加した。参加した人数は30人であった。アメリカの4チームが上位4位を独占した。1904年セントルイスオリンピックの綱引き競技8月30日に初日の競技が行われた。この日に2回の準々決勝と1回の準決勝が行われた。残りの競技は9月1日に行われた。 負けたチームは敗退となった。負けたチームは敗者復活戦に回り、2位決定戦に進出するための機会を得るために試合を行った。勝ちチームが金メダルを獲得し、不チームは勝てば銀メダルを獲得する試合に出場する。この試合の勝ちチームは銀メダル決勝の不チームとなる。ニューヨークのチームはこの試合に出場しなかったため、銀メダルはセインと ルイスナンバー1に授与された。ニューヨークのチームは、銅メダルの試合にも出場しなかったため、銅メダルは、セインと、ルイスナンバー2に授与された。5人6チーム、計30人の選手が出場した。開催国からは4チーム出場し、他は1つの国につき1チーム出場した。パトリック・フラナガン、シドニー・ジョンソン・オースカー・オールソン・コンラッド・マグヌスセン、 ヘンリー・シーリング・マックス・ブラウン・オーガスト・ローデンブルグ、チャールズ・ローズ・ウィリアム・シーリング・オレン・アップ・ショース・カー、フリード・チャールズ・ハワー・コーン、ハリー・ジェイコブス・フランク・クーグラー・チャールズ・シアズ。ありがとうございます。